自分が研究したいことがあるから大学院に行ってるわけだろ、これ、そもそもは。はい。だからその自分が研究したいことをやっていればそいつは幸せなはずじゃん。あ、ちょうど質問者の方がチャットで、発表の機会が多いということです。やっぱり発表もしなきゃいけないんだ。しなきゃいけないの、それ。しないとどうなるの。いや、でもそれプレッシャーじゃないですか。一応単位はあるんじゃないですか。単位あるの、単位あるのか。でもやっぱ一人だけ発表しないとかってプレッシャーになりますよね。そんな中学ぐらいの話してない、島崎さん今。いやいやいや、でも大学院だよ。でも周りは俺だとは通らないの。俺は俺だ、いけますかね。本当にもうありえない。そんな周り見るありえないぐらいの、なんか毎日2日に1回発表と、そのすごい量のとかならあれですけど。俺が間違ってるかもしれないけど。どうなんでしょう。大学院だから、例えば分かんないけど、英文学科の、とかで何か専攻って言ったって、みんな同じ専攻じゃないだろ。そうですね。俺はなんかレモンドカバーをやりますみたいな、俺はなんかジョンアップ代行をやりますみたいな。そうですね、研究テーマは違いますね。でしょ、はい、この発表って言ったって、いやあのバローでそういう感じじゃないですから、今回パス数とかで まとまったら次やりますみたいなことじゃダメなの、これ。どうなんでしょうね、どういう世界なんでしょうか。何かこう物理的なことがあるところだったら分かるんだよ。あのみんなで発掘行ってものすごい発掘やらされるとかさ、はい、そうですね。好きにさせるという放任主義で修士課程の時間を無駄にするのはもったいないと書いてあるので、いや、放任で無駄にするようじゃもうそいつは大学院に向いてないわけだろ。そうですね、放任されたってやる人が行くとこだろ、大学院って。むしろ放任ウェルカムでしょ。で、分かんないことがあったりとか、教えてほしいことがあれば先生のとこ行くわけでしょ。違うの。それは発表の回数を減らせばいいんじゃないかな。もう忙しさを減らす。発表でそんなに忙しいんだと。そうですね。でまたさ、もしかしたら発表でさ、パワポとか作んなきゃいけないんじゃないの。あ、まあまあまあ、そういうのもあるかもしれない、ね、無駄な時間のパワポっていうのが今大学もそうですよ、パワポすぐ作らせるでしょ、はい、ほんと時間の無駄だよね、あれ。どうかな、どうでしょう。いや、まあまあまあ、研究者になるなら無駄かもしれないですね。だから就職して何かプレゼンするんだったら生きてきますけど、うもう全然、いや、本当パワポなんて最低限でいいんだよって言うけど、本当に俺パワポですらなくていいと思ってるよ、全然。はい、このただパワポ読んでるだけで終わってるやついるじゃん、発表。まあそうですね、それも配れよって思うよこの間にも、はい、キキさん8000円、末永弥生さん8000円など、ありがとうございます。他にもたくさんの方スパチャいただいております、ありがとうございます。発表を減らしてあげてくださいとしか言いようがないな。はい、それじゃダメなのかな。学ぶ楽しさ、楽しさは、まあ、楽しいから大学院行ってんだろ。学ぶのが好きだから大学院行ってんだろ。楽しくないんだったら就職した方がいいよ、早く辞めて。だからどういう気持ちでそのね、今の学生さんが大学に行ってるかって感じですね。そこは。